はい、皆さんこんばんは。最近ね、ちょっと思うんですよ。この盗聴器仕掛けたのは誰なんだろうって。私と同じようにこの音声を聞いてるってことでしょ？何でもいいから盗み聞きしたいっていう変態の仕業かもしれませんけど、どうも意図を感じるんですよね。まあ、考えても仕方ないか。さ、今回はなんとあの落語界の大御所の音声を入手しました。貴重なお笑いの話も聞けますよ。私は多少がっかりしましたが、いやー、やっぱすごいですね、東京は。では、どうぞ。ありがとうございました。バカ野郎、お前言ったくよ。お通しです。ほんとバカじゃねえのか。いや、だって師匠の方が何百倍も稼いでるじゃないですか。バカ、金じゃねえんだって。どうだろう、金もらえりゃ何でもすんのかって話だろ。魂だろ、パッションだろ。確かにそうですね。初心に戻ってもっと面白い番組作れるように頑張ります。ほんと面白い番組減ったよな。そう言われると辛いっす。お前が面白いもん作りたいって言うんなら協力してやるよ。ほんとですか。なんかあんのか企画。バンジージャンプとかいけます。バンジージャンプいくら？え？金によるだろ、そんなもん。ああ、金。単価の3倍なら考えるや。まあ、それならいけるかもしれません。マジで？え？マジで？多分ですけど。まあ、頼むよ、そこは。本当にいけます？上まで行って NG とかなしですよ。やったことはねえけど、いけるだろう。こうしたら話がなんだから。なぜなら、口座に上るのは慣れてますってね。酒はいいのか。ああ、はい、いただいてます。食えよこれ。ほら、一個余ってるやつ。なんだこれ。初ですね。最近の若いやつはほんと食ってるか。ちゃんと噛めよ。噛みます、ちゃんと。おい、はい、俺の酒ねえだろ。おい、めっちゃ飲みますね。違うだろバカ、おかわりだろ。ごめんなさい。おかみさん、これをおかわり。はい。バカ野郎、食べよう。お前がな、もしうちの弟子ならとかけまして、うん、この酒の水面に生じる、いやいや違う、一滴の雫が落ちた状態と解きます。その心は？どちらも波紋を呼ぶ。波紋になるでしょう。お待たせしました。あ、どうも。師匠、あの M1 の審査員ですけど、今年もよろしくお願いしますね。あれな、ほんとメリットないよな。師匠の審査みんな気にしてますから。ああ、分かったよ。それよりそろそろもう一個ぐらいレギュラーくれよ。それはまたおいおい。で、師匠、注目コンビとかいますか？いねえよ。あ、逆に誰が注目されてんの？今年は煩悩イルミネーションとか。ああ、面白いのあれ。師匠、娘さんいましたよね。娘さんはお笑い好きじゃないんですか？うん、さあ。今おいくつでしたっけ？18になったかな。じゃあ絶対知ってますよ。あと去年の準優勝コンビも今年エントリーしてますし、ダークホースでいうとホモサピエンス。正直わかんねえんだよ。え？何が面白いのか、何に笑えばいいのか。じゃあ審査基準は何なんですか？雰囲気だよ、雰囲気。みんな笑ってるから面白いんだろうみたいな、逆張りみたいになっても私は好きですねとか言っとけばそれっぽいし、だいたいこの年になるとな、本当のことにしか興味ねえんだよ。落語よりコメンテーターの方が楽しいですか？あれはあれで苦痛だけどな。不倫しようがヤクザと付き合おうが勝手じゃねえか。で、トイレ行ってくるわ。おかわり頼んどいて。ああ、帰ってもいいけどお会計だけしていけよ。つまんねえな、老害が。あと SNS やめろ、もうどんどんメッキが剥がれてんだよ。
どんなクッションのファンのお友達がいるのよ。呼んでもいいかしら。いや、あの人素人さんには超塩対応だから呼ばない方がいいですよ。そうなの？この前サインいただいた時優しかったわよ。女好きだから。ただのママさんぐらいの人ドンピシャ。まあそうなの？不倫しちゃおうかしら。しちゃってください。で、世間から袋叩きにされて初心に帰ればいいんだ。え？でもどんなく師匠ってお笑いコンテストの1週間前からお酒抜くぐらい真面目なんでしょ？って言ってるだけですよ。ポーズポーズ。酒抜いたところで一体何だって話だし、意味わかんねえ。私ゴシップ大好きなんだけどさ、どんなく師匠ならいろいろ教えてくれるかしら。もうだってラッピラッピラ喋るんじゃないですか。ほんと？じゃあ私の電話番号教えちゃおうかな。ペンありますよ。あれ？そのペンどうしたの？あ？これ、どうしたっけな。ああ、外で電話しながらメモしなきゃいけなくて焦ってたらたまたま拾ったんだ。それ、幸せのボールペンって噂らしいわよ。そうなの？確かにペンなくて困ってたからラッキーだったけど。人にあげた時に効果を発揮するんだって。じゃあ差し上げます。おい、お帰りなさい。くどいてんじゃないだろうな。そりゃくどいてるに決まってるじゃないですか。なんだよ、俺の間にこしゃかしたの。何やってんの。目の前にしてくどかなかったら失礼でしょ。油断も隙もあるしね。